今回は何といってもあの美しき水車の娘があのメインというかね、その全体の一つの核になっていて、であの水車屋の娘は前回その冬の旅をやったんですけども、冬の旅とこう対になるっていうかね、同じミュラーって人の詩による歌曲で、であの冬の旅の方は失恋した後から話が始まるんですけれども、あの水車屋はまさにその恋をして失恋してで死んじゃうっていう話なんですよね。でそれが何て言うのかな、 あの、ある意味ではすごくこう、ね、悲しい話ではあるんだけれども、でもなんかこうちょっと、まあ、可愛らしいところもあって、かつすごく感情移入できるところもあって、かわいそうなところもあって、あのまあ何て言うかとても分かりやすいお話なんですよね。まあそれで本当にね失恋して死ぬのかって言ったら、現実にはそんなことはなかなかないけれども、しちゃったんですよでも中にはそういう人ももちろんいるし、はい、でそれにでもこう、ね、感情移入することによって、なんかこう例えば失恋の痛みとかを聞いてる人はこう和らげたりとか、うん、そういうこともできるみたいなところもあって、代わりにちょっと死んでくれるようなところもあったりするのかなって思うんですけど、うん、そこのなんていうのかな、でもその恋をして男の子が、でそれのなんかこう心のすごく揺れ動く様とか、それがすごく独りよがりだったりとかいうことが後から分かってくるみたいな、うん、いろんなこう何層にもドラマがあって、それがあの水車の娘の、僕も一番最初は中学生の時に知ってすごく好きだったんですけれども、それから何年も経って大人になってまたやってみると全然なんか違った物語として感じられたりとかいう、うん、そういうなんかあのいろんなね、なんか仕掛けみたいなものので、まあ、今回はね抜粋ですけれども、そこ の物語のこの部分この部分みたいなのを取り上げて、でその中 のしぼめる花っていう出演して最後の頃ですけれども、うん、のところの主題による、フルートのための演奏曲を一緒にやるというので、これはもうものすごいフィルトーゾな曲なんですけど、これは多分本邦初公開くらい多分やってる人いないんじゃないかな。そうかもしれないですね、うん、別に楽譜もないんですよ。あ、そうなんですか。今回1オクターブ下げて作ったので、うん、あ、そうなんですか。バイオリンではね、たまにあるんですけど、あ、そうなん、うん、でもビオラでは確かに見たことないし、フルートでも、まあ、あんまりたくさんやる曲ではないですけれども、まあ、なんつっても結構難しいので、でも、あの非常にこうシューベルトのなんていうのかな、あのヴィルトゥオーゼティというか、こんな感じの派手な感じにしてみたいって、それで仲間たちをみんなあっと痩せたいみたいなところのこうなんていうかサービス精神みたいなものも感じられる、とってもね充実した曲なので、そこら辺も、ね、あの一緒に味わっていただけたらなっていう感じですね。
茶屋と、なんかその君が我が家っていう曲もあるんですけど、なんかちょっとあと冬の旅もやってみると、なんかそのお休みって最初に行って出ていく時に君に気づいてほしいみたいな、常にそういう気持ちが、君が気づいてくれたら僕は救われるみたいなところが、君が我が家の歌詞もそうなんですけど、そのだから最後にその水車屋も自殺しちゃうんだけど、なんかその君がくれた花を僕と一緒にお墓に入れるけど、それを君が見つけて僕の誠実さを分かってくれたら、それは冬は終わるみたいな、僕は救われるみたいな、そういう感じなんですよ。なんかそういうところがすっごく私シューベルトっぽいなと思っていて、なんかこうなんて言うんだろう、なんかすごく本当すごく優しいんですよね。なんか自殺とかしてなんか激しい感じがするんだけど、なんか本当は結構なんか僕の愛ってなんかもうこうなんていうのかな、こういう感じでなんかもう大事にしてほしいんだみたいなのがあって、結局だからその男の子は結局自己表現あんまりできてなくて、女の子に全然愛情伝わってなかったわけですよね。で伝わってなくて彼女は気づかなくて狩人と一緒にくっついちゃっただけで、その辺もでも彼の中ではもう妄想でいっぱいだから、彼女は僕のこと好きなんだとかってずっと思ってて、そうなんだよね。だからなんかすごいその辺がなんていうんだろう、可愛らしいっていうか、でもなんか確かに若い時のコミュニケーションとかあんまりできなかった時の恋心とかってそういうフラジャイルなものだったし、すごくピュアで、ある意味まあ独りよがりで、でもなんかそういうのがすごくなんていうか、すごくイノセントだけどすごく清らかっていう感じがするんですよね。だから結構今回そういう春の、ものを入れてるんですけど、5月の歌とか、なんか 男はみんな浮気者とか、なんかちょっとそういうなんかちょっとなんていうんだろうな、甘酸っぱい青春の雰囲気っていうのが、まあ、初夏にもぴったりだと思うし、なんかまたその冬の旅のあのなんかすごく哲学的で深いっていう感じも、水車屋もそういうちょっと雰囲気はあるんだけど、なんかもうちょっとなんて言うんだろう、なんかこうすごくなんかこう若い感じなんですよ。なんかこう生まれたてほやほやみたいな、そういうなんかフラジャイルな、こう、そうそうそう、なんかもうデリカートって感じ、そうそうそう、なんかそういう感じをなんかちょっとくすぐったいなって思いながら聞いてほしい。ちょっとそういうなんかキャーみたいな感じを、なんかちょっとラブコメ感があるんですよね。すごく感情移入して書いたんだろうなっていうのはありますね。はい、続きは。